自身からの、キック脱出の確認とかいろいろしてコンビ叩いていきます。よし、それからもしっかり声出して、集中してやっていきましょう。よし、アップアップ。昨年王者のプライドをかけて準決勝に臨む玉島です。33人いる部員のほとんどが高校からラグビーを始めました。今キックを中心にやってるんですけど、自分がサッカー出身ということもあって、小学校と中学校は剣道やってました。その時の3年生の先輩方からの関係も強くて、自分も柔道やってて体も大きかったんで、まあやってみようかっていうことで始めました。初心者が多くても実力は十分。去年おととしと決勝で創志学園を破るなど、3大会連続で花園に出場しています。ハーフは開いて出てくるんだから、そこ考えて深さ考えりゃ。フィフティーンを率いるのは松本貴典監督。高い指導力が評価され、日本ラグビーフットボール協会から表彰も受けました。初心者が多い分ですね、自分たちでインプットだけじゃなくてアウトプットすることによって、まあ、みんなに浸透するっていうこともありますし、まあ、将来そういう能力が社会人になるときにつながると思って普段指導はしています。ドライビングモールを得意とする玉島ですが、新型コロナウイルスの影響で県外での練習試合などが制限され、仕上がりには不安も残るといいます。グラウンドでの練習も週2回に限られる中、選手同士で意見を出し合い、プレーの精度を高めます。経験がない中で始めて、こういろんな経験をやって、そういう方にはまらない、自分たちで考えてプレーするようなこともできると思うので、そういうところが利点だとは思っています。ラージバインセット。前年王者として再び聖地に立つために、大会の中で実戦不足を補い、岡山の頂点、そして花園を狙います。今まで自分は1年から出てて花園に、その経験を生かして今年も決勝で出て、決勝勝って花園に出て、一勝でもできるように頑張っていきたいと思ってます。目標としてラグビーで周りの人たちを幸せにするという目標と、花園でベスト16に入るという、まあ、高い目標を持っているため、リーダーとしてしっかり統率力を取って、より良い状態で花園予選を持っていけるように頑張っていきたいと思っています。